皆さんこんにちは。横浜にある堺シャローム福音教会の小山英二です。今日は9月15日、聖書箇所はエゼキエル書3章1節から15節、使命を遂げる鍵は御言葉と聖霊です。エゼキエル書3章1節から15節。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が固くなだからだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも硬い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。その方は私に仰せられた。人の子よ、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ、捕囚になっているあなたの民のところへ行って彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられると彼らに言え。それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で、見住まいの主の栄光は褒むべきかなという大きな轟きの音を聞いた。それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の音で大きな轟きの音であった。霊が私を持ち上げ、私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出て行った。しかし主の御手が強く私の上にのしかかっていた。そこで私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間、呆然として彼らの中に留まっていた。巻物を食べるという表現は、実は新約聖書の黙示録にも出てまいります。このように書いてあります。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。
するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。黙示録十章というのは、一人の力強い御使いが天から降りてきて、そして聖書から説教するという箇所であります。ヨハネがその説教を書き留めようとしますと、書き留めてはいけないと言います。それで聖書を受け取りなさいと言われるので、ヨハネは御使いのところに行って聖書をくださいと言うんです。するとその御使いがヨハネに言います。さあこの聖書を取って食べなさい。ただ説教を書き留めるのではなく、聖書を食べなさい。ヨハネはノートとペンを置いて聖書を食べました。御使いはヨハネに単なる神についての情報を伝えるようにはしませんでした。神の御言葉を消化して彼が語るときにそれが現れるようにしたわけです。高取広成先生が新聖書公開シリーズの中でこんなことをおっしゃられております。巻物を食べるとは御言葉を聞くことである。それもただ聞いて理解するだけでなく、その御言葉と取り組み、あたかも自分自身の言葉のようになるまで咀嚼することである。主はまず巻物を食べて、その上でイスラエルの家に告げよと仰せられた。エゼキエルが民に語るためには、まず彼自身が御言葉をよく聞かなければならない。主が私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせと言われたように、預言者にとって密室において主の語りかけを聞き、主の御心を瞑想するときは、まさに霊的な腹ごしらえの時、エネルギー充足の時であった。クリスチャン生活において最も基本的で最も大切なものは日々のデボーション QT である。私たちはそこで聖書を通して主の働きかけを聞き、それに応えて祈り、その交わりによって霊的なエネルギーを得るのである。クリスチャン生活の祝福の鍵がそこにあると言っても過言ではない。しかしこのデボーション QT がクリスチャンの間でどれほどないがしろにされていることだろうか。多くのクリスチャンがこの霊的な腹ごしらえをしないでこの世に出かけ、クリスチャンらしく振る舞おうとし、人に語ろうとしているのである。でもそれは所詮無理なことである。私は今年で牧師となって20年となりました。初期の頃、行き詰まりを覚えていた時に、大和カルバリーチャペルの大川嗣道先生が、渡辺善太先生が書かれた私の好きな牧師という文章を紹介してくださいまして、今も心に残って励まされております。こんな文章であります。私の好きな方の牧師は恵まれた平凡な牧師ということになるらしい。私の考えでは、牧師に対する最大の要求は、教会の集会のうち周囲にある日曜礼拝において、本当に私の霊魂を恩寵の感激に連れ込んでくれる説教を聞かせてほしいことである。真に聴者をして恩寵の感激に入らしむるということは普通のことではできない。少なくとも牧師自身がその密室で真に与えられ、そして恵まれた経験から発するものでなくてはならぬ。私はあまり特徴のない平凡な牧師であると思います。でも平凡だからこそ、信徒の皆様を恩寵の感激に連れ込むことができるように、神様との時間、御言葉を食べる時間を大切にするように努めております。恵まれた平凡な牧師というのを目指しているわけであります。もっとも QT の時間というのは地味な時間かもしれませんけれども、私の口の中で蜜のように甘かったとありますように、喜びでもあります。神様はエゼキエルに言いました。
私が使わすのはイスラエル人のところだ。彼らは私の言うことを聞こうともしないのだから、あなたの言うことも聞こうとはしない。彼らの面の皮は厚くずうずうしく頑固者なのだ。ところで私もまたお前をまるで彼らと同じように面の皮の厚い頑固者にした。お前の額を岩よりも固くした。だから彼らがどんなにしぶとい反逆者でも恐れるな。どんなに嫌な顔、怒った顔をされてもたじろぐな。戦国時代に日本にキリストを伝えたイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルは、山口城主大内義隆の面前ではばかることなく難色の罪を断罪し、城主を怒らせたそうであります。打ち首かと思われましたが、死を少しも恐れないザビエルの態度に、そこにいた人たちは皆驚いたそうであります。後にザビエルはこう言ったそうです。天地の作り主なる全能の神を伝えるのに、死を恐れていたのでは話にならない。最近まで私たちの教会ではマルコの福音書を一章一節から16章まで一節一節順番に公開説教をしてまいりました。7月末、私は最後の16章からメッセージをしました。マルコの福音書の16章には、あの有名な大宣教命令が書いてあります。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよう。私たちの教会では毎週金曜日に祈祷会を持っております。私はそれで金曜日の祈祷会までに日曜日のメッセージを準備するように心がけております。その時も直前の金曜日、マルコの福音書16章からのメッセージの準備を終え、夜の祈祷会に参加しました。私は神様が与えてくださった日曜日の説教の聖書の御言葉にとっても感動して、そして祈りました。主よ、私を全世界に使わせてください。すると次の日の朝、私が高校生の頃この教会に短期宣教で来ていたスウェーデンの先生から一通のメールが届いておりました。エイジ、元気ですか？少し前に尋ねた質問をもう一度させてください。バングラディッシュに行くことに関してです。私は多くの時間を祈りに費やしてきましたが、私の頭からあなたが私と一緒に来るということを頭から切り離すことができません。あなたの聖書の知識を持って集まってくる人々に大いなる祝福をもたらすことになるでしょう。あなたの心は何と言ってますか？親愛なるキリストにある兄弟よ。私はあまりにもタイムリーだったので驚きました。実は2月にもその先生からバングラディッシュへの短期宣教への話があったんですが、その時は、まあ、イスラム教国でもありますし、いろいろありますし、まあ、経済的な心配もありましたので、そのままにしておりました。しかしこのマルコの16章のメッセージを準備する中で、神様に語られている感じがしました。何を恐れている？私を信じる者は蛇をも掴むんだ。食べ物を心配しているのか？私を信じる者は毒を飲んでも害は受けないんだ。一週間ほどの短期宣教の話でありますが、お祈りに覚えていただければと思います。いかがでしょうか？恐れていては主からのメッセージを大胆に語ることはできません。恐れていないでしょうか？15節にこのように書いてあります。そこで私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間呆然として
彼らの中にとどまっていた。エゼキエルはまず彼らが住んでいるその場所の中にとどまっていたと言います。神のメッセージを語るために使わされたのですが、イスラエルの人々の側からも見ることができるように、彼は人々の中に座ったというんです。これは大切なことだと思います。相手の側の視点から理解するということはとても重要なことだと思います。祈ります。恵み深い天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。日々あなたの御言葉を食べ、恐れることなく全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を伝えていくことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。